チンギスハン義経なんじゃないかって説があるんですよ。蝦夷に渡った義経とチンギスハンを結びつけた人がいるんですけど、シーボルトって言うんですよ。義経の生年月日が1159年生まれらしいんですよ。チンギスハンが1155年から1162年生まれ、どこかで生まれてるらしいんですよ。ってことは同世代なんですよ。義経が自害したのは1189年、活躍し始めたのが1206年なんですよ。チンギスハンってすごいところが人生の半分が分かってないんです。で、今からちょっと画像を送るんでこれを見てほしい。前半生が不明って書いてあるじゃないですか。その時に義経の欄見るとすごい義経がやったことがいっぱい書いてあると思うんですけど、89年次90年ですぐにチンギスハンが戦いに行ってるんですよ。ってことはその移動してるのに、まあ、1年かかったとしてすぐ戦いに行けるよねみたいな紋章の話になるんですけど、似てるんですよ。似てる。こんなん偶然もありえるくねって思う人も多分いると思うんで、その時の大陸笹がないんですよ、モンゴル側にね。もし義経だったら日本から持ってきてるんじゃないか、もしくは自分の家の家紋を見せて書いたんじゃないかっていう。2つ目の裏付けが軍事戦略なんですけど、義経って奇襲攻撃がすごい得意な武士なんですよ。一宮の戦いとか屋島の戦いは全部奇襲攻撃で倒してて、モンゴル中部をチンギスハンの方はモンゴル中部を支配していたピリトってところがあって、そこの主君を奇襲して勝利してるんですよ。これがモンゴルの支配につながった大事な戦いだったらしいんですけど、中国とかの辺の大陸は短い弓とか矢を使って至近距離で戦うんですけど、チンギスハンは大きい弓に大きい矢なんですよ。ってことは遠くから、これは日本の戦い方と一緒なんですよ。それが2つ目、義経って身長がすごい小さかったらしくて、チンギスハンも小さかったらしいんですよ。2人ともお酒飲めないんですって。まあ一緒なんじゃないかみたいな、似てるから。3つ目、背には九に老って書いて九老義経っていう別名が持ってたんですよ。であだ名が九老なんですよ。でチンギスハンも九老っていうあだ名があるんです。チンギスハンが即位した時、風流の白旗を高安令上に翻したっていう文があって、白旗っていうのは義経の旗なんですよ。蒙古ってのも出てくるんですけど、その文章の中に。で蒙古ってのは自称モンゴルの首相を九郎と呼んだって言われてるんです。で日本語と発音が似てる、意味合いが似てる単語何個かあって、日本が将軍って言葉がモンゴルでは大将って言ってるらしくて、チンギスハンが中東商人に聞かれて答えた言葉があるんですけど、出身地はニロンの巨都村って言ったらしいんですよ。ニロンっていうのが日本のことで、巨都村は京都がなまったんじゃない。チンギスハンの藩っていうのは主君や有力者の称号らしいんですね。日本語の役職を表す藩に由来してると言われてるらしくて、それがチンギスハンが滞在していた熱火省ってところがあって、そこに平泉っていう地名があるんですけど、漢字が平泉って書くんですよ。平泉から来てるんじゃないかっていう。さっき言ってたシーボルトの話なんです。中国に渡って碑文の内容を聞いたらしいんですね。この内容がモンゴル語が分かんなかったので、中国語に訳してもらったのを中国で聞いたら、元モンゴル人が作った中国の王朝の開祖は元々日本人で、兄の怒りに触れて蝦夷、まあ、今でいう北海道に逃げ、彼らを服従させ満州に移り、中国を治め源氏の源の字を借りて源と国名を変えた。源っていう中国の昔の国名があるんですよ、うん、日本人であり兄の怒りに触れたっていうのが、義経って一回源頼朝に一回すごい嫌われたんですよ、うん、でもそれでも自害したみたいな話なんですけど、蝦夷に逃げた。だから日本国内で一回逃げて、蝦夷の人たちを支配して満州に移って、中国を治めて源氏の字を借りて源と名前変えたっていうのは、京都から蝦夷に行って、蝦夷から中国に行ってモンゴルに行ったっていうルートが、その途中で今のロシアに通らないといけなかったらしく、そこから 100km 先の郊外に石碑があって、そこには義経っていう漢字の文字と笹林道の紋章が刻まれてたらしいんですよ。1670年に話し飛ぶんですけど、幕府の命令によって作らされた書物には、義経は死んでなくて蝦夷に行った、蝦夷には今も義経の血を引いた者がいるっていう書物があるらしく、水戸光圀っていう人、水戸黄門とかのあたりの話で出てくる人がいるんですけど、その人の調査報告書には農業とか狩りの神様として今でも拝められている、蝦夷には義経弁慶にまつわる地名が多いっていう風に報告書が書かれていて、でここ全部まとめると共通点が多すぎるから、その後に元寇があったじゃないですか。日本にモンゴルを押し寄せてきたっていう、1274年にあるんですよ1回目が。2回目が1281年。私がこれを全部まとめて思ったのが、この元寇は兄に対する復讐だったんじゃないか、鎌倉幕府を滅ぼしたいっていう欲望、日本の戦法も知ってるから自分じゃないって思われるようにすれば戦える能力はあったから、そうじゃないかっていう説があるってことです。